はい、どうもこんにちは、こんばんは、トラです。今回なんですけども、浄土ヶ浜から八幡平に行く途中で道の駅やまびこっていうところに寄ったんで、その動画ちょっと撮っていきたいと思います。こんな感じですね。お、ツーリングのバイクの方々がいらっしゃいますね。かっこいいっすね。このね、やまびこね、道の駅としては結構でかい気がする。マジでまずここ広いっすよね。なんかステージあるし、野外ステージめっちゃいいわ。あそこで踊りてえ、ダンス。ツーリングとかでもちょっと立ち寄れる場所になってそうですね。ただまあショップはちょっとトゥットゥルウイルスのせいでやってないかもしれないですね。モーモー亭っていうのは、まあ、ソフトクリーム売ってるみたいですね。お店入れんのかな。ちょっとまあ真ん中から入っていきますか、せっかくなんで。やまびこさん直感道の駅やまびこ館ってことで入っていきたいと思います。中はこんな感じですね。あ、左側のさっきのも入りそうっすね。まあ、じゃあちょっと左からぐるっと見ていきましょうか。中いいっすね。アイス夏はねやっぱ美味しいっすよね。この辺はお菓子、やっぱりもうどこの道の駅もそうっすけど、簡単なお菓子類が結構置いてありますね。桃亭のメニューこんな感じですね。まあ時間ないんでさっくりと、左上にあったドラゴンラーメンっていうのがちょっと気になりますね。地酒、酒がで真ん中は普通のお菓子が売ってある感じですかね。あ、こっちは簡単なフード、パン工房とかもありますね。僕は何なんですかね。やっぱお手洗いみたいですね。上はなんかスタッフ専用なんでしょうかね。ここら辺は何でしょう。宮古のおすすめ海産物、ご当地のなんかおすすめですかね。こっちは何でしょうかね。産地直産。あー、なるほど。ここら辺は野菜なのかな。でもあんまり置いてないぞ。ちょっとあんま置いてないですね。寂しい感じ。野菜コーナー。あ、タレも売ってますね。懐かしいな、こういうの。昔ね、ガキの頃なんか買って植えたの覚えてますね、庭に。野菜がやりますね。道の駅やまびこはこんな感じなんですかね。あそこ何なんだろう。あ、宮古市の観光案内とかもちゃんとありますね。ここの右下のね、浄土ヶ浜行ってきましたよ。最高でしたね。あー、こっからの眺めいいな。めっちゃいいわ。河合紀博物館、入館無料。あ、入れるんだ。これ何なんですかね。なんかやってんのかな。こんなんか撮っていいのかな。だってこんなんか撮ってとか大丈夫ですか。撮影大丈夫ですか。ありがとうございます。撮影許可を得たんですけど、中見てみます。展示室っていうのがありますね。こうでもない多分来ないんで、ね、入館無料なんで、ぜひ皆さんも来ていただけるといいんじゃないですかね。この辺に説明書きが書いてあるので、停止ボタンを押してしっかり読んでいただければなと思います。僕も多分後でそれを見ます。やばい、凄さがわからない。お素人すぎて、なんかすごい。宝箱なんてあるんだ。それが感動っすね。そもそも宝箱ってあったんですね。展示してありますね。作品に手を触れないでください。やばい、相当なんかすごいんでしょうけど、僕にはこの凄さが全然わからない。ど素人すぎて。ふるさと4、道の駅やまびこを楽しめますね。名会作品の名前ですかね。これふるさと1。ふるさと3。この辺もすげえんだろうけどな、全然わかんねえ。マジで凄さが。
ピアノ、ストリートピアノですね、これ。僕はね、ピアノは弾けないんで、できないですけど。木の博物館展示資料をご覧の方は2階へどうぞ。あ、2階も行けるみたいですね。普通に結構、道の駅やまびこは楽しめますね。研修室、どういうこと？あ、なんか、いろいろ勉強できるんですかね。体験とかできんのかな？なんか申し込んで。すごい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 。体験用措置。なんか体験会みたいなのがあるみたいですね。螺鈿体験の手順。書いてありますね。この辺は、木の博物館。ね、木も詳しくないから僕ちょっとよくわかんないですけど。何の年号なんですかね。ここを中心に木が太くなっていったのかな。2005年ではここまで太くなったっていうことなんですかね。なんかどこも書いてあるな。年とともに太くなった木のサイズを表してるんですかね。で、これは可愛い博物館の位置。いろいろ他にも博物館あるみたいですね。あ、クワガタとか。すげえ。昆虫博物館にもなってる。おー、この辺は全部木の名前が書いてありますね。いろいろと説明が書かれております。わあ、すごい。なんかこれは作ったのかな、本物なのかな。これキノコっすね、キノコ。すげえ。お、また昆虫博物館。松ぼっくりありますね。なんかいろいろ作った跡がある。子供たちとかが創作したんでしょうかね。すげえな、これも。ブナ。195年でここまで大きくなったのかな。よし。ということでね、じゃあまたちょっと下まで戻っていきましょうか。よし。じゃあ、入ってきた右側、順路の方ですかね。最後行って終わりにしたいと思います。こっちね、まだ撮ってないんで。これも、なんだろう。わかんないな。これなんだこれ。ミノっていうらしいですね、これは。漢字記。つまご。はばき。つかり。ああ、結構楽しめますね。はい、ということでね、道の駅やまびこいかがだったでしょうか。まあ、結構ね、楽しめると思いますよ、ここ。マジで。ということでね、この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録&グッドボタンお願いいたします。ではね、またお会いしましょう。See you next time. Bye.